相手が来た時にちょっとですね、こういう呼吸の性格です。これいきなりこうだとぶつかるので、こういう呼吸の姿勢からすると相手が上がるので、それを今度で なるべく手首はこうじゃなくて、歯を立てるような形で手首はこう入って、お互いこう入ってるんです。こうです。これはこうじゃなくてこう。で、2手目が、これも同じ。こう誘ったら、ここを中心に、こうじゃなくて、ここにこう。で、自分が相手の中心に入るんです。こう入ったら、ここに。ここに、こう入って、ここに。で、3手目。これも、なるべくこうしてるときに、こう避けずに、中心で回す。相手の上に合わせて、こうですね。おお。こう出して、こう。こう出して、こう。こう出して。で、3手目が、対角線上の肩を下から誘いますか。誘って、ここで固めて、下からですね、の字を書いてます。こう誘って、ここで、こう誘って、こう誘って、4手目が、5手目か。相手が来た時に、こう、これを、こうすると、パチンと弾かれるんで、下から、こう、しの字を書きながら、こう出して、こうです。そしたら、こうして、ここを中心に、こう出して、こう返します。こう出して、慌てて出すとですね、こう打たれます。早く出すんだって、ゆっくり出してです。で、6手目が、同じように出して、こう、受け止めるんです、相手の感じ。それを同じ方向に返す。で、なるべく避けないように、もう呼吸で最初から誘っておきます。こう誘って、呼吸でこう誘って、呼吸でこう。そしたら相手のスピードが緩く、こう慌てて、パッて出すと、もう
打たれるんで、もう最初からゆっくり呼吸で叩くんですよ。だからもう技が見えなくだんだん見えなくなる。ただこう触るだけ。という感じで呼吸で取ることを気をつけて練習してみてください。今日は終わります。ありがとうございました。